スペース XCRS-3 は2014年4月18日に国際宇宙ステーションの補給のために NASA との契約で打ち上げられたスペース X のドラゴン無人宇宙補給機 SPX-3 とも称される無人型ドラゴンの5度目の飛行であり、商業補給サービスの運用3号機であった。ファルコン V1.0 からファルコン 9V1.1 に切り替えてのドラゴンの最初の打ち上げであった。また、初めてペイロードフェアリングなしに打ち上げられ、ドラゴンに続けてファルコン9ブースター着陸実験を行う初の実験飛行であった。ファルコン9搭載の CRS-3 は2014年4月18日19時25分に打ち上げられ、ISS 到着後、第39次長期滞在の若田光一宇宙飛行士によって4月20日11時14分に捕獲され、同日14時9分に係留、ドッキングされ、5月18日13時26分までその状態を続けた。CRS-3 は軌道離脱も成功し、5月18日19時5分にカリフォルニア沖の太平洋に無事着陸した。2014年4月18日にケープカナベラルから打ち上げられる CRS-3 打ち上げは NASA が概念的に計画し、2012年11月時点では2013年9月30日以降で予定されており、9月30日打ち上げであれば3日後の2013年10月2日に ISS に係留される予定であった。2013年3月16日時点で、NASA による打ち上げ予定は2013年11月28日以降であり、打ち上げ3日後に係留される予定となった。2013年8月には、打ち上げ日は2014年1月15日以降に伸ばされ、10月にはさらに2月11日に延期、1月23日に、打ち上げは2014年3月1日に再設定され、その後さらに3月16日に遅延した。この2013年12月から2013年初頭へのいくつかの遅延は、ビジティングビヒクルと呼ばれる ISS のドッキング部の利用順を決める計画に由来するもので、2013年12月に、ISS で船外活動を必要とする冷却系の問題が発生したことも打ち上げを先延ばしする原因になった。2014年3月12日、データバッファリング問題、東部発射場の作業問題、新型ドラゴンの設計の運用問題、衝撃遮蔽ブランケットの汚染問題などを含む様々な理由から打ち上げは2014年4月2日に再設定された。スペース X は最終的に前倒しすることを決め、ドラゴンに積まれている広角ペイロードに衝撃がないことを信じて、遮蔽ブランケットに汚染問題が少ないものを使うことにした。3月26日、東部発射場のレーダー施設の一つで火災が発生したことによって、さらなる延期が公表された。これは、ケープカナベラルからの打ち上げのカバーに、必須のレーダーで打ち上げ軌道での安全保持のため施設の代替通信手段の確立まで打ち上げは延期されることとなった。4月4日、東部発射場のレーダーが修理され、運用状態に戻り打ち上げを支援できる体制となり、4月10日のULAのアトラス V の打ち上げ予定と前後して、CRS-3 の打ち上げは4月14日以降、予備日は4月18日と予定された。4月11日、ISS は外部コンピューターマルチプレクサ、デマルチプレクサが故障し、ISS に必要な冗長性を確保するために4月22日に船外活動で交換を必要とした。MDM の故障による影響の可能性という課題があったものの、CRS-3 ミッションの予定は4月14日に留め置かれ、ISS への係留も打ち上げ2日後の4月16日とされていた。しかし、4月14日の打ち上げ施行時、打ち上げ約1時間前の診断テストで、弾の分離計に使われる第1ヘリウム供給弁が故障し、打ち上げ運営者はミッションを中止した。地上試験時、上長用の予備ヘリウム供給弁は、試験に成功し打ち上げはおそらく成功すると考えられたが、異常がある場合に打ち上げないのがスペース X の方針であった。打ち上げはすぐに予備日の4月18日以降に再設定され、この日取りは故障したバルブの置換の後、予定時刻の18日3時25分の打ち上げ、ウィンドウに天候の制約もないことが確認されて承認された。18日の打ち上げが中止の場合、打ち上げ予備日は19日土曜日の午後3時2分とされた。2014年4月18日金曜日の午後7時25分21秒に打ち上げが行われた。ミッション由来のおおよそ 1600kg の降下回収貨物は着水2日後の2014年5月20日に船舶でロングビーチ港に回収された。即時性が要求される貨物はカリフォルニアで荷揚げされ、NASA の受け取り場所まで航空輸送され、残りの貨物はテキサス州のマクレガー試験場で荷揚げされ、NASA へ輸送され、ここでドラゴンは正式に運用を完了し、燃料が抜かれた。ドラゴンカプセルの中から水が確認されたが、予備チェックで化学機材は破損していないことが確認された。水の出所は確認されておらず、カプセル解体時に調査される。NASA はスペース X と CRS-3 の契約を行い、この中で主要貨物、打ち上げ日時、ドラゴンの打ち上げ時の軌道要素などを決定している。ISS への修理材料を含む NASA の資材以外にも CRS-3 ミッションは多数の装置を ISS へ運んでいる。CRS-3 ミッションでは主要目的である NASA の ISS への補給輸送ミッションと同時にピギーバック衛星としてファルコン9で5機のキューブサットを展開している。キューブサットは NASA の超高型衛星の教育向け打ち上げ計画の下で部分的に資金を得た新な V ミッションの一部である。これらの宇宙機はドラゴン分離後に第2弾に取り付けられた4つの P ポットから解放された。ファルコン9に取り付けられる CRS-3 ミッションはファルコン 9V1.1 の4度目の打ち上げであり、第1弾ブースターがファルコン9ブースター着陸実験の試験飛行に利用されるものとしては2回目だった。新しい取り組みとして、第2弾とドラゴン CRS-3 がブースターの第1弾から分離された後に、ファルコン9の第1弾ロケットは水上への推進機利用による機関試験を実施した。これは2013年9月のカシオペを打ち上げたファルコン9の6号機の試験に続いてこの形式では2度目のミッション後高高度試験であった。4月18日の試験で CRS-3 の第1弾は最初に制御難着水に成功した液体ロケットエンジンブースターとなった。また着陸模擬試験で初めて着陸脚を展開し、より良い空力誘導旋回制御のために、以前の降下試験で利用されたものに比べより、強力な気体窒素制御スラスタが試験利用された。第1弾は、設計通り、傾き回転なし、垂直速度ゼロの状態で成功裏に水面に到達した。スペース X チームは着陸試験中、第1弾に設置されたカメラからの映像を得ており、また航空機で、遠隔測定記録されていたが、予定される回収区域より 4.5 から6メートルほどずれた。第1弾は成功裏に海面で停止滞空したが、船が回収可能になる前に大波によって体勢を崩し破壊された。T、セルアクティベーションインスペース、ハットポリピーコサタリットオービタルディプロイヤー、ポリピコサテライト軌道展開装置、アジャイルロー。コストラボラトリー・フォー・スペース・テクノロジー・アクセラレーション&リサーチ宇宙技術推進研究のための鋭敏、低価格研究室、テレスコピック杯、ディフィニション・アース・イメージング・アップラタス、望遠光・精細地球撮影装置。ありがとうございます。